ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG C43 フォーマチックステーションワゴン2022年式250キロこちらの車両になります。板尾さん久しぶりですね。久しぶりですね。あの出張続きで1ヶ月ぐらい空いちゃいましたけど。そうですね、空いてますね、はい、久しぶりのご紹介をお届けしたいと思います、はい、というわけで今回紹介するのが C43 ワゴンということなんですけど、はい、あの個人的にめちゃくちゃ気になるところなんです、はい、C クラス新しくなって、はい、街でも見かける機会も増えてきたと思うんですけども、はい、今まで車両紹介取らせていただいたことがないんですよ。そうですね、多分初ですよね多分、はい、新型の C クラス初ということで、はい、興味津々なんで、はい、その辺を軽くサクサクっとご紹介させていただきたいと思います、はい、で今回ご紹介させていただくのが C43 ということで、最近63追加されたんで、はい、はい、それまでのそうですね、一番上のモデルということで、はい、まあ、基本的にはもう装備がめちゃくちゃ充実してる。充実してます。そして今までの流れを組むところなんですけど、はい、まあ、エンジンがダウンサイジングされてたりだとか、はい、まあ、大きなトピックもあるこちらの車、はい、まず外観的なものでいくと、はい、外観今までの C クラスの流れを受け継ぎつつも結構変わりましたね、はい、変わりましたね、はい、なんか割と鋭くなったし、はい、まあ、凹凸もだいぶ減ったなと。減りましたね、はい。ただ AMG 独特のこのパラベニガーナのグリューがあったりだとか、はい、標準装備ということ で、ね、はい、こちらのバンパーになってくるとだいぶ引き締まってますね。そうですね。そして4歳になるとナイトパッケージは標準ということで標準になってます、はい、各部黒いところなんかも標準でついてくる、はい、まあ、その辺だから価格差最初に見ると、はい、20D と結構な開きあるじゃないですか。あす、はい、あります。400、500万円ぐらいあります。あります、あります。ただ内容を見ていくと、はい、あ、これだけいろいろついてると、まあ、納得かなと。そうですね。ちょっとやっぱり内容が全然違うので、はい、まあ、この価格になっちゃうのはしょうがないのかなって気はします。はい、ただそれにしてもちょっと、ちょっと、そうですね。価格はまだ高値安定ということですけども。はい、そしてですね、横回っていきましょうか。で今回のお車は43標準の19インチということで、はい、オプションで20もあるみたいなんですけど、もう C クラスオプション20インチの時代ですよ。そうですね、はい、でかいですね、はい、そして他の AMG モデルにも通じるこのメッシュデザインということで、はい、この辺なんかもかなりかっこいい感じですね。そうですね。でタイヤの方がフロント245/4019でリア紹介しますけど265/3519ということで、はい、こんな感じのタイフォルムです、はい。でキャリパーも43だと大きいブレーキついてますから大きいやつですね、はい、この辺なんかも43のいいところじゃないかな、はい、あと足回りの方は電子制御のサスペンションが標準装備ということで標準です、はい、まあ、走りも抜かりないのがやっぱり AMG ですから、ね、そうですね。この辺はこの後乗ってみたいと思います。そしてこのフェンダーのここそうですね、ここですね、エレクトリファイドでしたっけ。はい、エレクトリファイドです。でこれがあの C43 だけ BSG になるんですよね。BSG です、そうです、BSG です。180とか 200-220D だと、はい、ISG、はい、これあのなかなか詳しくない方だと、はい、何言ってんのって話なんですけどそうです、ね、どっちともエンジンをサポートする仕組みなんですよ。はい、そうです。なんでこの辺詳しくエンジンルームでご紹介させていただきたいと思います、はい、そしてサイドスカートなんかもだいぶいいですね。なんかでこれいいですね。ちょっと張り出しも強くなってますしね。でそことこのミラーと窓枠と、はい、窓枠、はい、なんか黒でまとまってて、はい、すごくいい感じだなと。うちでやることがないんです。確かに、はい、いや大丈夫です。ドアノブが残ってます。そうですね、ここだけ残ってますね、はい、ここまででも黒で統一されてるとドアノブも黒くしといてくれよと思っちゃうんですね。そうですね、どうせならここもって感じですよね。そしてあとは43、日本仕様だとルーフレールが標準ということで、はい、こんな感じに、ね、結構あの BMW もメルセデスもそうですけど、はい、日本仕様ってもう何でもかんでもついてるんですよね。ついてますよね、選べないですもんね。本国だと結構 AMG でもみんなオプションなんで、はい、何にもついてない AMG とかあるみたいなんですけど、積み上げていく感じですね。 そうです。そしてですね、後ろ先ほど触れた通り同じく19インチだと C43 だと 4WS が標準ということで、はい、こう100キロでそうですね、こうハンドルと添いが入れ替える、はい、マックス 2.5 度まで切れるらしいんですけど、はい、だいぶ効くみたいなんで、そうですね、これは市場でお届けしたいと思います。続いて後ろ見てみたいんですけど、後ろ先ほど板尾さんがあのカメラ回ってないところで言ってましたけども、はい、あの A っぽい確かにあの A っぽくなりましたね、はい、あのいつも歴代 C クラスって、はい、なんか C だけど S に似てる衣装じゃなかったですか。そうですね、衣装がそっちでしたね、はい、それが今回、まあ、S もまあ、こんな感じのデザインですけど、さらに A クラスにも確かに似た感じになりましたね。うちほら A 得意じゃないですか。確かに、あの大宮店 AB めちゃくちゃご覧いただく機会が、後ろから見るとなんかそっくりだなと思って見てたんですけど、なんか見慣れたテールだな。そう、見慣れたテールです。確かにこの凹凸のないボディが余計そう見えてるのかなっていう。でも今歴代なんかもうもう似てますよね全部、はい、メーカーなんかもう全グレード、はい、全車種なんかこう似た衣装にしてきてますよ ね、はい、なのでその辺もあるんで、まあ、この辺は先代とだいぶ違ったところなのかなと、はい、あと AMG モデルということでこのトランクのスポイラーもついてたりとか、はい、
まあ、各種エンブレム類あとはやっぱり4本出 し, 本出しあとこのディフューザー、はい、やっぱり AMG たるところなので、そうですね、これ気になる排気音はこの後聞いてみたいと思います。はい、続いて内装を見ていきたいと思います。はい、内装の前に鍵もリニューアルしているということで、はい、これ現行の S クラスとかと同じ鍵ですよね。形そうですね、はい、でしかも今回前後で AMG って入ってるんですね。入ってます。これちょっといいですね。そうですね、こう鍵こうなっててもこうなってても AMG に乗ってますみたいな、はい、AMG だよっていうのが分かりますね。そして気になる内装の方はご覧ください。内装が他グレードとだいぶ違うところかなと。まずこちらのスポーツシートが標準になると、はい、これがアルティコ×、はい、マイクロカットっていう、はい、あの前なんか違いましたよね。違います、はい、フリース素材も違う名前でしたよね。はい、でこの新しいフリース素材のこちらのシートになると。でなんかオプションでナッパレザーのシートもあるみたいなんですけど、はい、まあ、標準でこれですから、はい、もうだいぶいいかなと。であとはメタルウィーブのトリム、センターコンソールもそうですし、このダッシュボードのここもメタルウィーブっていうトリムになると。なんでもう内装の華やかさが全然違う。違いますね。そしてステアリングも、ナッパレザーのパフォーマンスステア、はい、これだいぶいいですね。やっぱりそうですね。そしてフラットボトムで下が平らになっていると。よくトンボとか言われたりしますけど、だいぶ見慣れました。はい、もう慣れてきました。そしてあとは何気にこうダッシュボードもあのアルティコのダッシュボードになるということ で、ダッシュボードってめっちゃ重要じゃないですか。重要です。ここの質感やっぱり一番目に入るのですごくいいですね今回は。はい、特にゲレンデとかでも63と63以外の車種ってダッシュボード一番目につけますよね。こうボコボコのダッシュボードかナッパレザーのダッシュボードか。なので今回もアルティコのダッシュボードになってるんで非常に質感もいいと。アルティコっていうのは人工レザーですよね。なので最近あの結構エコとか地球環境のことなんかも言われることが多いですから、まあそういった素材が使われていると。あとはヘッドアップディスプレイ、でかくないですか。でかいんですよ。こちらも標準装備ということで、あと細かいところでいくとブルメスターも標準装備ということで、はい、まあ、その辺のものがもろもろ全部ついてくるんで、はい、まあ、価格も高くなりますけれども、そうですね、後からつける必要もないということ。続いて乗ってみたいと思います。あ、スカーフプレートも光る AMG、はい、そうです、いいですね。そしていや、この乗り込みやすさが C クラスじゃないですか。そうですね。そして乗り込むとシートはスポーツシートとは名ばかりで、はい、だいぶラグジュアリーな感じですか。いや、もうあのすごいクッションが効いてる感じしますよね。あのサイドサポートもそんな高すぎないし、はい、背中は結構張り出し大きいですね。はい、ただ苦しい感じ全然しないんで、ないですね、だいぶゆったりです。調整は一応ランバーサポートがついてますんで、背中の押し出しが押し出しです、ね、はい、調整できるようになって、そしてクッション性も結構高いんで、高いですよ、はい、だいぶホールドもいいですし、あの全然コンフォートな感じも兼ね備えたシートになっております。そしてステアリングがこんな感じ、一応上がズルズルのレザー、はい、で握るところがパンチングになってる、こんな感じです。で、まあ、相変わらずもこれ操作しきれないですよね。そうですね。だと操作がこの何ていうんですか、こう全体的に動く感じ。そうですね。これちょっと慣れないと、慣れないとちょっとあれって感じですよね。そうですよね。これがこう各ボタンが物理キーになってるんじゃなくて、なんとなくこうタッチセンサーとボタンってことですよね。そうですね。になってると、でこっち側もそうなってると、でこっちでメーターでこっちでナビの操作になってる、はい、あとモードの切り替えだったりとか、はい、AMG なんで漏れなくこの辺も標準でついてきます。はい、そしてメーターはこんな感じで、ついに C クラスそうですね、なっちゃいましたね。まあ、他のモデルもそうなってるんで、ね、はい、こんな感じになってると。そしてちょっとオンにしてみましょうか。はい、あ、この辺も全部 S と一緒じゃないですか。あ、もう、はい、一緒です本当に。こんな感じのメーター、これがモードで切り替えたりもできるわけですよね。はい、はい、これかっこいい。そうなんですよ、そこのアニメーションが、はい、これかっこいいですね。もう一回いいですか。どうぞこれだいぶかっこいいですね。はい、アニメーションから始まるという、これメーターのアニメーションもこんな感じで、いやでもここ AMG って出てほしかったですそうですベンツマークです。そしてこんな感じで、だからもうデジタルだからもう情報量はめちゃくちゃ多い、めちゃくちゃ多いですね。はい、そしてですね、こっちがもうこの辺も S クラスと、だからもう被ってますね。はい、インターフェース的には一緒ですよね。はいはい、この MBUX の AR ナビが使えるということで、タブレット並み の、 あのここを詳しく掘り下げると、あの日が暮れちゃうんで飛ばしていいですか。飛ばしていいパフォーマンスなんかもいろいろついてるし、メディア関係も一通りで、カープレイなんかもついてますし、アシスト関係も全部ついてると。はい、でエアコンもメルセデスの場合、はい、全部この中なんですよね。そうなんです。物理キーが一つも出てないということで、はい、心配です。はい、ちょっと大変です。ああ、はい、板尾さん正直者ですね。はい、ちょっと大変です。
小島店長に言ったら、はい、大丈夫です壊れないですって言ってました、はい、というわけで、まあ、最近もう全部この流れですからね、もうしょうがないですね、エアコン関係なんかもこんな感じで、はい、まあ、ちょっと慣れる必要があるのかなっていう感じはしますけど、こんな感じ。そしてシートヒーターとかベンチレーションはも、こっちにあります。あ、そっか、はい、ここは物理機で出てるんですね、はい、さすがです。これやっぱり中に入っちゃってると起こしてくるのが大変なんで、これは外に出てた方が絶対いいと思います。なるほど、はい、シート関係だけはこっちに出てる、はい、でクライメート関係はこっちということで、はい、まあ、ちょっと慣れが必要なのと、あとこれモニターの角度も調整できないんですよね。そう、この状態です、はい、まあ、なんで僕がちょうど今シートちょうどいい位置にして少し遠いかなっていう気はしますけれども、まあ、この辺なんかはいらしていただければいじってみるなんてこともできると思いますので、ぜひぜひ。そしてサラウンドビューはこんな感じで超広角っすね。広角ですね、はい、その代わりこう車をこう動かして全部、まあ、あんまりこう周りが見づらい車でもないですけど、はいはい、うちのかみさんでもいけそうです、はい、こんな感じのサポート系もフルフルでついていると。そして今回ちょっとサクサクといっちゃいます、はい、この辺もメタルウィーブのパネルになってて、はい、大型のこのドリンクホルダー、はい、こんな感じで小物入れなんかもついてると。で置くだけ充電はないですね、ついてないタイプですね。そしてこれ外すこともできるんですよね。これ外れます。あ、こうか、はい、はい、ロック外して、そうするとこれ取り外して大型の小物入れにすることもできると、はい、こういう配慮ですよねやっぱり、はい、そしてアームレストはこんな感じで左右に開くタイプ、はい、こんな感じで、あ、これ USB とか中にはないんですね。ないですね。でこっちだけってことですか。ここだけですね。ここにタイプ C が1系統だけついてるということで、もう1個ずつ欲しいですね。欲しいですね。そしてペダル関係は最初からこのステンレスのカバーがついてて、フットレストだけないのかな。ないですね、はい。でちょっとフットレストは少しブレーキペダルに近い感じがしますけど、全然全然同センターでペダルレイアウトも悪くないです。そして天井関係はこの黒いファブリック、はいはい、でルーフも全部黒いファブリック、はい、でバイザーはこんな感じ で、はい、で今回走行距離が250キロということで、はい、激薄なんで、はい、内装のコンディションもめちゃくちゃいいです、はい、これあれこれ買い取りなんですよね。前オーナーさんおそらく1回も給油してないのではと。そうですね、はい、そんなノリですけども、はい、しっかりドライブレコーダーなんかはついてると、はい、そしてオプションのサンルーフがついてるってことなんで、これ開けてみていいですか。あ、どうぞ、はい、これが、はい、できました1回で、はい、なんと物理キーじゃなくて、はい、タッチセンサーなんですよ、ね、はいはい、僕のカサカサの手で開いた、はい、僕のカサカサの手でもいけるんで皆さん大丈夫だと思います、はい、こんな感じのサンルーフ。あ、これここしか開かないんですね。そうです。もうちょっと行ってほしいですね、はい、もう少し行ってほしいんですけど行かないんですよ。もう20センチぐらい行ってほしいんですけど、はい、半分ぐらいしか開かないということで、はい、ただここちゃんとウィンドウディフレクターも出てくるんで、はい、まあ、風の巻き込みなんかも最小限になってるという、はい、続いて後ろの席も行ってみたいと思います、はい、板尾店長じゃあ乗ってみますか、はい、乗ってみます。よいしょ。いかがですか。そうですね、板尾店長のスペックを教えてください。171センチほどです。天井のクリアランスいかがですか。天井のクリアランスは、まあ、握り拳1個入るかなっていうところなんですけど、やっぱりどうしてもここのピラーっていうんですかね、傾斜があるのでちょっとこの辺はカサカサ当たる可能性はありますね。確かにここの圧迫感少し感じたんですか、はい、ちょっと横が気になりますね、はいはい、だとシートが少しこう張り出しが強いかな、はい、強いですね、はい、前がすごく積み込む感じのシートに、はい、対して、はい、後ろの座席がなんかちょっとこう、そうですね、ペターンとなってるっていうか、はい、なんていうんですかね、角度もちょっと急めだし、急めですね、はい、背中の押し出しもちょっと強いですよね。強いです、はい、で装備的なものでいくと、はい、エアコンの吹き出しのみになりますね今回は、はいはい、デュアルゾーンということで、はい、後ろで温度の調整はできない、できません、はい、で USB なんかもついてないんです、ついてないんですよ、はい、でドリンクホルダーだけ、そう、ちょっと今回変わったんですけど、一回押すとなんかちょっとタブレット立てというかスマホ立てみたいになってまして、もう一回ちょっと押していただくとドリンクホルダーが出てくる仕組みになってます。2段階になって、2段階になってます。さっき壊れてるんじゃないかって一生懸命やって慌てましたよね、発見しましたということでこんな感じのドリンクホルダーがついてると、はい、であともう一個チェックしましょう、はい、最近やってるんですけど窓チェック、はい、後ろの席の窓はどこまで開くか、果たしてどこまで開くのか、はい、行きました。全部開くんですね。まあ、そりゃそうですよね。ここまで枠してるやつですかね、はい、あるタイプなんで、はい、まあ、今回 C クラスは全部開くと、はい、こんな感じのリアシートになっております、
続いてトランク見てみたいと思います。トランクは490リッターということで、はい、まあ、この辺使い勝手はもう間違いないんじゃないかな。間違いないですね。で横も少しですけどえぐってあって、そっちが結構えぐってありますね、はい、はい、こっちはえぐってますね、はい、割と横のスペースも取れてるのかなと、はい、そしてもうピカピカじゃないですか本当に、うんうんうん、多分1回もう何も積んでない感じですね。多分積まれてないと思います、はい、そして下側にも少し収納があって、はい、こんな感じで、はい、例のコンテナと、あ、コンテナ好きですね、はい、少し荷物も入れられる、はい、そしてですね後ろの座席倒すと1510リッターかな、はい、容量になるということで後ろここから倒せるんですね。はい、はい、あー、いい感じですね。こちんといきますよ。というわけでここまでやると長物も、ただここあれですね、ロック、あ、ロックされないですね、やっぱり。あの、そうですね、されないですね。ロックはされないんですけどほぼほぼフラットになるんで、はい、車によっては結構このぐらいの車あるじゃないですか。あ、あります、あります、はい、それが結構 C クラスの場合下まで行くんで、はい、長物もいけるんじゃないかなと、ね、はい、こんな感じのトランクになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が 1991cc、はい、直四のターボということで、はい、先代が3リッターの V6 でしたっけ。 V6 です、はい、そこからするとやっぱりがっかりって書いてるレビューが多かったです、はい、で正直僕も排気量多機動主義なんで、はい、若干がっかりしました、はい、ただやっぱり馬力の方は、はい、あのアップしてますし、アップしてます、まあ、この世界的な流れでいくと、まあ、仕方のない部分なのかなという感じがします、はい、で馬力の方が408馬力、はい、500ニュート、はい、でも冷静に考えたらこれリッター100馬力どころじゃなくてリッター200馬力出てます、はい、とんでもエンジンですよ、はい、で500ニュートンということで、はい、もう本当に大排気量並みのパワーが出ていると、はい、でこれに 48V のマイルドハイブリッドがくっついてて、はい、まあ、大体 8kW ぐらいのリチウムイオン電池のサポートが入って、それで10馬力58ニュートンぐらいサポートされているそうです、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が AMG スピードシフト MCT、はい、これの急速オートマが組み合わさってます、はい、なのでロー産で MCT って初めてですね。先代違うんでしたっけ。先代違います。あ、そうなんですね、はい、ノーチェックでした、はい、そしてこのエンジンミッションの組み合わせでなんとマックス240キロ、ドライバースパッケージ入れると265キロということで、はい、もうとんでもコンパクトステーションワゴンになってる、はい、そしてですねここですね、吸気のタービンと排気のタービンの間なんか4センチぐらいしかないらしいですよ。ここに電動のモーターが入って、まあ、そのタービンをモーターで強制的に回したりと、ってことですね。でなんとこれマックス17万5000回転ぐらい回すらしい。だからもう全然基準が分からないんで、それがすごいのかどうかも分からないですけどそのぐらいの速度で回せるモーターでちゃんと耐久性なんかも、証明されているらしいです。でこれが A45 のエンジンのこう向きを変えたエンジン、変えてますね、はい、ということなんですね、はい、ということで先代はあの通常の職人さんが組んだエンジンじゃないでしたけども、はい、今回は職人さん組んでます AMG の手組みのエンジン、はい、こちらが搭載されている、はい、さあそしてですね最初にもちょっと触れたんですけども、はい、BSG と ASG が今メルセデス混在している感じなんですけども、はい、なんかベルトレスなのが ISG なんですよ、はい、でこの BSG だとベルトが唯一エアコンだけ残ってるらしいですよ、はい、でこれ何の違いがあるのかと思っていろいろ調べたら既存のエンジンを活かせるのが BSG らしいです、はい、ISG って結局エンジンミッションの間にサポート入れるのと全部ベルトレスにしちゃうんで新しくエンジンを設計しないといけないらしいです。だから今後電動化とか進むんであればまあそれで OK なんですけど、もしかしたらエンジンが残るかもしれないっていう可能性もあるんで、まあ戦略的に既存のエンジンプラスこれでやってるんじゃないかって書いてある、そうですね、まあ、記事もあったんで、はい、おそらくそういうことなんじゃないかな、はい、というわけで既存のこの A45、まあ、これもだいぶ進化してるんですかね。そうですね。これをさらにサポートしたこんな感じのエンジンが積まれております、はい、でこれエンジンルームの補強もすごいですね。すごいですねこれ。あの見たことない感じのターバー切りっぱなしかなと思いきやちゃんとこの断面抜けてる、はい、めちゃくちゃ剛性がありそうな、あの建築とかで使われる素材ですよね、はい、素材のこんなターバーもついていると。この後乗ってみたいと思います、はい、続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
行きましょう。はい、行きましょう。かけます。はい。クランキングが欲しかった。というわけで、はい、排気音もだいぶ静かですね、やっぱり。静かですね。まあ、ただ今の車ってこの空ぶかしと走ってる音全然違いますから、ね。はい、違います、はい、あの全然この空ぶかしですごいもっさりしてるなっていうエンジンでも、走るともっと全然軽快にっていうのもありますからね。はい、ちょっと待ってください、風量だけ。うわー、これもエアコンもアナログ人間土屋には少し使いづらいです。慣れるまでです。あと今回ちょっとネガティブなことばっかり言って大変申し訳ないんですけど、はい、指紋が気になります。はい、ちょっとここは、ね、あのフィルムなんかあれば貼りたいなって、はいはい、かもうマイクロファイバーも必須だな。そうですね。であともう一個はここだけじゃなくてここの指紋とかも結構気になるなって。そうですね。まあ、A クラス B クラスもそうなんですけど、はい、最近マットのこのアルミ使うじゃないですか。使います。これ結構なんか指紋とか汚れ意外に気になりますよね。気になりますね。その辺かなと。ただドアの閉まりとか相変わらずめちゃくちゃいいんですよ。はい、めちゃくちゃいいです。確かによくなんかあの金庫に乗ってるみたいなとか言われるじゃないですか。はいはい、あんな感じで未だにありますよね。はい、というわけでいきたいと思います。はい、はい、行きましょう。おーっと、あ、足意外に柔らかい。柔らかいですよ。柔らかい。そして 4WS。 あ、めっちゃ小回り効く。あー、こういう感じですね。あ、なんだろう、足は結構柔らかいんですけど、はい、タイヤの結構ゴツゴツ感感じますね。感じます。で19インチで扁平もそこそこあるんですけど、なんだろうな、初期の入力は少し硬いんですかね。硬いですね。はい、全体的なこの車のこういう動きはゆったりなんですけど、急な入力は割とこうタンタンタンって感じですよね。で今モードがコンフォート、はい、でこっちでも個別に切り替えもできて、はいはい、足だけ硬くとか、はいはい、あ、こっちは回せない、こっちだけする、はい、右だけですね。はい、これちょっと後で回してみたいと思います。はい、これいいな、これいいですね。そうですね。うわー、なんだろうな。いや、めちゃくちゃいいんですけど、僕がアップデートについていけないんですよ。はい、やっぱりもう改めてそのデジタルなとこと高級なところの融合って難しい。難しいと思います。難しいですよね。はい、S クラスなんかまさにそうじゃないですか。そうですね。だから結構僕言ってんじゃないですよ、はい、あのそういうレビューがありますよって話ですけど、はいはい、なんかちょっと高級感が薄れて、はい、なんかちょっとおもちゃっぽくなったよね、はい、っていう意見もあるじゃないですか、実際に S クラスとか。はい、本当に改めて難しいなって思います。だからこれ使いこなせたらこんなに便利な車はないし、ないないです、ね、てかヘッドアップディスプレイめっちゃ見やすいんですけど、めちゃめちゃ見やすくなりました。ここから映んないのか面白いですけど、めちゃくちゃ見やすいです、ヘッドアップディスプレイが。しかもすごいなんか立体的にとは言わないですけど、そしてですね、乗った感じは至って普通。AMG モデルに乗ってるのを忘れるぐらい普通に乗れます。はい、あ、こういう感じですね。ただ正直エンジンちっちゃくなって、この下級機で馬力絞り出してるんで、はい、数値的なトルクで言ったら先代より出てるわけじゃないですか、500ニュートンで、はいはい、なんですけど圧倒的なこのなんていうんですかね、エンジンのこの大排気量のゆったりさはないですね。ないです、ないです。ただすっごいこう緻密にいろんなものが動いてストレスフリーでこうサポートして加速してる感じがすごくします。だ出足とかも、はい、もう言ったら不自然なぐらいいいし、そうですね、スムーズですよね。電気動車まではとはいかないですけど、はい、え、こんな動きするのっていうぐらいスムーズに車がシュッて出ちゃう、はい、いきますね。あ、乗りやすいですね、やっぱり。でも乗りやすくなったっていう感じですね。そうですね、全然癖ない。いや、だからこれだけ機能があったら使いこなせないですよ。そうですね。あ、だってハンドルだってこのにぎやかさっすよ。確かに。すごくないですか、このハンドル周りだけの情報量。はい、メーターもこれで、でしかもメーターとかも
なんかデジタルになってよりなんかこう、まあよく言えば個性なんですけど、はい、悪く言ったらメーカーごとに表示が違うから、違います、ね、めちゃくちゃ見づらいですよね。見づらいです。やっぱもう普通のアナログの方がやっぱりもう必要な情報だけじゃないですか。あれでよかったのかなっていうふうにも思うんですけど、まあ僕も結局アップデートされてないんで。そうですね。だからよりなんかその自分のもの感が出てると思うんですよ。はいはい、そうですね。だこれに慣れたら多分めちゃくちゃ見やすいんだろうし。見やすいですね。そうですね。それこそ iPhone じゃないけど、はい、なんかもう iPhone に使い慣れちゃったらこんな便利なのないよね、はい、ないってなりますからね。うわ、出足めちゃめちゃ良すぎるんですけど。そういいですよ。出足がスーッといっちゃうんで、はい、いやそうなんですよ、行きますよねっていうんじゃなくて行っちゃうなんですよね。行っちゃうんですよ。自分が想像してる感覚より少しだけこう先行ってますよ、ね、はい、先行ってますよね。これ本当に改めて人間アップデートがこれ必要だなっていう。いやだからめちゃ軽快。そうなんですよ。だ今までのモデルって僕そんなにめちゃくちゃいろいろ乗らせてもらったわけじゃないですけど、はい、なんかすごいこう重厚感というかあったじゃないですか。はい、はい、ありました、ね、からすごい軽快になりましたよね、車が。軽快になりましたね。音軽くなった感じがします、ね、なりますよね、はい、これは先代と全然違うな。だからちょっと慣れっすよね。だってボリュームもこれだし、ね、うん、これはもうおじさんどうしろっていう。サンルーフもこれだし、思うようにいかなくてちょっとイラッとしたりしますよね。けどだから自分が使い切れない機能で、例えばそのさっきのリアシート倒した時に、はいはいはい、自然にこう前の座席が前に行くとか、前に行ってくれるとか、はい、そういう機能もしっかり備わってるんですよね。そうですね。じゃあスポーツプラスにしまして参ります。はい、音がちょっと作られる感がします。でも軽快、軽快ですね。もちろんそんなびっくりするほど速くないですけど、はい、あ、しかもなんか音も後ろからするんじゃなくて思いっきりスピーカー化しますね。ほら、はい、バブリングの音もなんか下じゃなくてこの辺からしてる気がするっす。いやでもすっごい軽快、車が。これちょっとしばらく乗ってみたいんですけど。貸しましょうか。ダメです、怒られちゃいます。これはですね、短時間で評価しちゃいけないと思います。ちょっといろいろ乗ってみて、うん、はい、ですよね。本当になんかいろんなものが進化していろんなサポートがあって、はい、だからこれ時間乗ったら多分評価変わったりとか、ね、え、こんな感じなのっていうの多いと思うんですよね。もうさっきの iPhone の話じゃないですけど、ずっとガラケー使ってたおじさんの私が急に iPhone を渡されて評価してくださいって言われてるのと一緒なんで、はい、使いづらいって思っちゃいますからね。これすごいなと思う。すごいアナログな評価に戻ると、ハンドルは今までのより少し軽い気がします。あ、そうですね、本当に。でブレーキのタッチなんかは相変わらずいいですね、はい、はい、本当にグッて、まあごくごく低速ですけどしっかりこう掴んでやっぱり止まる感じが。そして今スポーツプラスですけど、足はさすがにスポーツプラスにすると、あ、でもそんなにめちゃくちゃ硬くならないですね。そうですね、ショックもそんなに、はい、全体的な車のロールというか動きは割とゆっくりな気がします。え、これだからめちゃくちゃ乗りやすいっすよ。そう、乗りやすいんですよ、はあ、あとはだからここが使いこなせるかですね。ですね、無理です。え、意外、本当にスポーツプラスでもこんなマイルドなんですね。まあちょっと峠とかワインディングとか走ったら違うかもしれないですけど、街乗りレベルだとそんなに全然変わんないですよね。
劇的に全然違いますねっていう足の感じはしないですね。もう一回コンフォートで。そうですね、足はそんなに変わらない気がするな。ステアリングとエンジンがだいぶ違います。だから動画的にはつい先日の M3 ツーリング、コンペティションツーリング、はいはいはい、あのぐらいとんがってた方がリアクションは取りやすいです、はいはい、確かにそうかもしれない。リアクション取りにくいですけど平均点はやっぱり高いなって。いやでも本当拍子抜けするぐらい乗りやすい。乗りやすいですよね、やっぱり歴代43ってすごいですよね、はい、乗らせてもらいましたけど、はい、色 C とか GT のとか、はい、癖がないですもん。そうですね、でいて全部ついてるし。そうですね、はい、で初めて AMG モデル買うんですよっていう人にも全然おすすめできますよね。そうですね、はい、いきなり63はちょっとさすがにあれですけどね。さすがにうるさいし、はい、エンジンの その出力的にも癖あるじゃないですか、はい、でこれだったら全然初めて乗る方にもおすすめできるんじゃないかなと、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけれども、はい、あの正直にいきますね、はい、あの自分的にはエンジンのとこと、はい、エクステリアのところは、はい、もうちょっと、はい、もうちょっと頑張ってほしかったなって、はい、特にリアからのリアビューは、はいはい、あの正直ものすぎても、はい、叩かれるの正直言いますけど、はいはい、もうちょっと A クラスと差別化してほしかったな、ね、はい、個人的には思います、はい、あとエンジンももう仕方ないですけど、はい、少し寂しさを感じますよね、はい、ただやっぱり進化してますね。進化はしてます、はい、ボディ剛性相変わらずめちゃくちゃ高いし、はい、やっぱりその音以外の部分、はい、走りの部分は、はい、いろんなサポートだったりだとか、はい、アシストでもうめちゃくちゃ洗練された走りができる、はい、できます、はい、やっぱりもう人間アップデートしていくしかないんですね。そうですね、こちら側を変えていきましょう。そうですね、はい、あのこっちが遅れてこっちが遅れてます、はい、しっかりついていきたいと思います、はい、そしてですねこういった車の買い取りももちろんです、はいはい、特に新型車だったりとか、はい、頑張れる可能性が大ということで、はい、お気軽にご相談ください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG C43 フォーマチックステーションワゴンをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。